クシティモハムセンクシティモハムセンは、インドの学者。ベンガル地方を研究し、サンスクリット語教授、ビシュバ・バーラキ大学の副学長などを務めた。キシティモハン、セン、クシティモハンセン、KM セン、KM センなどという表記も見られる。クシティモハムセンは、インドのベンガル研究者である。当時イギリス領インド帝国だったダッカ地区のソナーン、村に生まれた。父親は医者だったという。 あとに、ラビンドラナート・タゴールが設立した、ビシュバ・バーラキ大学の副学長となり、サンスクリット語教授も兼任した。センは、タゴールが私学を設立した際に校長として招かれた人物で、タゴールの部下というよりは、同僚ともくされる。ガンジーとも仲が良かったらしく、共に撮影した写真が残されている。タゴールと共同で、バウルの膨大な歌集を収集。 出版するとともに研究を発表した。それによれば、バウルの目指すものは自由であり、すべての外見的な強制からの自由とした。そのためバウルは人間を差別するカースト制度を認めずに、偶像崇拝や寺院崇拝も行わないとした。また、バウルの思想を人間の中に神が住んでいるとして、人間の中に潜む高次元的存在たるモネルマヌシュを主張した。 語学が堪能で、サンスクリット語、ベンガル語、ヒンディー語のほか、グジャラート語、ラジャスタン語、アラビア語、ペルシャ語を操り、ヒンドゥー教関連や、インドの中世神秘主義、古代インドの文化や人種差別に関しても書籍を記載した。50年以上に上る研究機関で多くの著作を残したという。特に、ヒンドゥー教は、フランス語、ドイツ語、オランダ語、 そして日本語などへ翻訳された。ノーベル経済学賞を受賞したアマルティアセンは孫で、アマルティアと結婚したケンブリッジ大学教授のエマ、ジョージナ・ロス・チャイルドとは、義理の孫の関係にあたる。ありがとうございます。